親中派と新インド派が一騎打ちですインド洋の島国モルディブで大統領選の決戦投票が行われ隣国インドとの外交を進めた現職に対して中国寄りの野党候補が優勢とみられていますモルディブは重要な海上交通路に位置することから大統領選の行方に注目が集まっています体制は日本時間の明日未明にも判明する見通しです